なんだ、入っていきなり失礼なこと言いやがって。確かに手狭だけどな。それで不便があるでもなし。文句言うのは食ってからにしろってんだよ。言うなよ、そんなわけねえだろ。あ、だいたい一桁だ。なんだよ。私が嘘言うわけねえだろ。お前が間抜け面さらしている間に思い出してみた限りじゃ二桁になったことはないはずだ。うわ、お前疑ってんだろ。ひでえな、もうこんなに私たちが優しく扱ってやってるのにその態度かよ。乱暴したくなる面しやがって。だからそこで謝るなよ。私がお気の毒みたいじゃねえか。これでもしっかり考えてるんだからさ、テンション下げるなよ。調子狂うな、もう。ん？あ、ああ。ちゃんと呼んでやるから、心配すんな。やつがやった方がいいに決まってんだろ。あ？至らない点がたくさんあると思いますが、気になったらどんどん言ってください。
過ごしていただくのが私の役目ですから。何
を隠そう。あいつしっかり免許取得してるからな。プログラミングに時間がかかるらしいぞ。まあこの空腹もあと少しの辛抱だ。調理師免許。 SAS 内で事故が多発したせいで何年か前に制定されたんだよ。ナノ調理師なんだから当たり前だろ。ナノの元っつう調整済みナノマシンに調理師がプログラミングして使うんだよ。うん、素人がやったのを食べると意識がぶっ飛ぶらしいけどな。何気の抜けた声出してんだよ。だらしねえな。ここが私たちのライブ用のベッドだ。結構いいもん使ってるからな。長期間のダイブにも耐えられる。何があっても文句は言えねえんだよ。だから少なくともワイヤードでつなげる努力はしろ。わかったな。さほど意味がないとしてもだ。ピンチの時でも他のやつらがコア抑えればそっからできることもあんだろ。よし、生返事したらケツに蹴りでもくれてやろうかと思ってたが案外真剣に答えるじゃねえか。その調子ってなんだよ。いつもの私に何の不満があるんだ？ん？そこまでにしておいた方がいいんじゃないですか？ごめんなさい。でも私も一応スケジュールは伺って
ら連絡するようにって言われてましたよね。言われてましたね。気になったのでこれまでのケースから予測してみました。サンプル数が私だけ多いのは何かの嫌がらせか。いえいえ、単に数が多いだけで。分かってて言ったんだよ。言いたくなったんだよ。ええ、念のために全員分作りました。少佐には黙っていてください。お願いします。今度何か起こりますから。暇じゃねえよ。ほら早くしろ。うるせえ。早くしないと私が焼かれんだよ。バーカ、うちのやつでもねえのにそんなもんやらせるか。シミュレーションだよ。さっさと来い。ああなるとダメですよ。さくらさんはこれって決めたらやめませんから。そこまで固くありませんね。単に一度決めたことを面白くない事情で変えられるのが嫌なだけなんです。戦闘での柔軟性は抜群ですから、安心してください。さくらさんの上のベッドです。先ほど話している間にエドワードさんに合わせてマッチングしておきました。ドミトリー少佐からエドワードさんのバイオリズム情報が届いていましたから、本当はブレインチップにも合わせたい。